さ選手が入ってきました。右赤のユニフォーム津江源金沢、そして左がセカンドユニフォーム白のレノファ山口 FC です。さあここも長いボール、杉浦競り勝って走り込む大槻、やっとこのこの辺の連携がね、思わぬミスで失点してしまったレノファ山口。渡辺のこの表情、今一瞬ちょっと何が起こったかわからないようなシチュエーション状況だったんですが、まあ、この辺の連携のことも含めてですよね、本当に何でもないところかなと思ってたんですけれども、このバックパスですね、さあ、いいパスが渡った、スルーした、シュートあった、試合が抑える、ここはなんとか書き出した前言金沢。今のは非常に面白い崩しでしたね、山口のね。良かったですね、山口の攻めで今ね。白井選手ビッグセーブですね。はい。さあ、胸と落とした。このパシュートと決まったが、オフサイドありません。ゴールイン、2点目。前言金沢、前半の31分、追加点。非常にシンプルな形で来ましたね。そうでした ね、はい、まさにシンプルな形でした、うん、太田からの長いボールですね、うん、落としたところここ佐藤が自ら打たずに中身へのパスを選択しました、うん、ここでワンツー入りましたんで、オーバーヘッド、素晴らしいアイデアですね、小野選手ね。そうでしたね、はい、技を見せました。いや、ポストに当たりましたね、スローインからですね、このパスは通るか、宮崎は高見圭也がふわっと浮かせたボールはわずかに右ループを狙ったんですが、ちょっと中途半端になってしまったか、中見圭也、アイデアは非常に良かったですよね、無人のゴールだったんですが、さあ次また試合動かすのはどちらか、三木が持っていく中根圭也の対応、あしかしまたボールが渡った、山口チャンス、スルーした、左サイドから前が中に折り返す、左足狙った、キーパーこぼれた、キャッチしきれませんでした、金沢1点を返したレノファ山口、小塚のシュートでした。前半41分、またいい時間帯で1点を返しました山口、うん、まあ、ちょっとラッキーな形でしたけど、うまくねじ込みましたよ ね、ここも小野瀬が絡んでくる、そして高柳に抜けていく、右足シュート決まった、同点ゴール、山口同点に追いつきました。後半の25分、振り抜きましたね岸田選手ね、ついに岸田、うん、18試合ぶりのゴールが生まれました。ここ思い切って打ってきました、うん、白井一歩も動けず、さあついに山口が同点に追いつきました。今度は金沢がチャンス、スルーパス入っていく、かわした、右足決まったゴー、勝ち越しゴール、宮崎キュアラ、1分後ですよ、チーム最年少19歳の宮崎、実に1分後勝ち越しゴール、これプロ初ゴールになりますね、うん、ここで貴重な勝ち越しゴール、プロ初ゴール、宮崎キュアラに生まれました、うん、足ではない右足の方に持っていった時はね、どうなるかなと思ったんですけどね、しっかり決めましたね、落ち着いてましたね、うん、いやーディフェンス追いつかず、山田からのフィード、これがつながればというところなんですが、競り合ったところ、競り勝ったのは金沢佐久田、そして今度は宮崎キュアラ、ここで笛、野田主審の笛が鳴りました。倒れ込む山口の選手、視力を尽くしましたが3対2、前言金沢なんとかその1点差を守り抜きました。